地味キャラ劇場飛んでけ訓練兵団。訓練兵団とは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。遅刻だ遅刻だ、初日からこんなことじゃ巨人なんかに太刀打ちできるはずがねえ。こんなところを誰かに見られてもしたら、くしくし、あそこに塀の崩れたところが。ここからなら近道できそうだ。急いでんのによ。エレン遅いね。ミカサ今日朝一緒じゃなかったの？ええ、まさかまだ寝てたりしないよね。さあ、僕てっきりミカサが起こしに行くと思ってたよ。私が？だって君とエレンって深い関係だし。そうね。そうだよね、エレンとは一緒に住んでたんだから家族も当然だ。ええ、だからさ、これまで通りエレンのことはミカサに任せようと思って僕声かけなかったんだよね。そう。それにしてもエレン本当に遅いね。こら！エレン！ぜえ、はあ、危ねえ、もうちょっとで遅刻するところだった。遅い。一体どうしたの？いや、それが…いや、そんなことはいいんだよ。ミカさん、なんで朝起こしてくれなかったんだ？だって、男子宿舎に入って噂になったら困るし。なんだよ噂って！大きな声出さないで。俺は今日も起こしてもらえると思ったから。じわ。エレン、泣いてるの？泣いてねえよ。やめなよエレン。ミカサは君を起こしに行って、二人が付き合ってるっていうことがみんなにバレたら困るって言ってるんだ。付き合ってねえよ。ガーン。準備さえできてれば戦うことができたのに。アルミ、お前が変なこと言うからだぞ。なあミカサ。知らない。ま、元はといえば、こんなところで暴れようよ。二人とも訓練兵団とは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。アルミ、アルミ。エレン、僕は一体。よかった、お前朝礼の途中でいきなり倒れたんだぜ。え、ああそうか、僕。クソ、足手まといにはならないってそう決めたのに。アルミ、お前どっか体の調子でも悪いのか？いや、教官の話があまりにも長くてつまらなかったからついうとうとと。寝たのかよ！エレン、冗長で中身がない話ほど無駄なものはないと思わないか？おいお前、それ教官の前で言うなよ。私もアルミンに賛成。ああ、なんでミカサもいるんだ？心配だったから。ありがとう、僕は大丈夫。違う、エレンが。あ、うん。俺は別にどこも悪くねえよ。エレンがあんなに長い話の間立っていられるか心配で。どんだけ貧弱と思われてんだ俺は。
あんなもの巨人を倒すための訓練と思えば何ともないぜ。俺は戻るぞ。俺は一体気を失って倒れたんだ。で、頭が倒れた時どこか撃ったのかも。ちげえよ、お前が殴ったんだろ。なんで突然エレンをあんな辛い場所に戻らせたくない。だからってそんな止め方ないだろ。エレン、泣いてるの？泣いてなんかねえよ。ぐしぐし。大声で騒ぐのやめなよ、病人がいるんだよ。お前はサボってるだけだろうが。体調が万全だったら戦うことができたのに。おいアルミ、出る方法考えろよ。急に言われても考えがまとまらないよ。私はエレンと一緒ならどこでもビビ。いいわけないだろ。地味キャラ劇場、飛んでけ訓練兵団。エレン、梶裕貴、ミカサ、石川結衣、アルミン、井上麻里奈、